分でわかる徳川四天王のヤバい恋愛事情二戦。一、坂木原康政の側室、辻の方。康政の伝承上の側室として、お辻または辻の方という女性の名前が残っている。お辻は美人だったことから康政の寵愛を一心に集めていた。しかし、そのことで康政の他の側室たちの嫉妬を集めてしまうことになった。その後、嫉妬による嫌がらせに耐えかれたお辻は、次女のお松とともに、城内の水辺に身を投げてしまう。このことを知って康政は、城内に大量の辻の花を植えたことから、現在では辻の方として名前が伝わっているのだ。二、本田方の が知られている乙女の方は幼い頃に父親を失い岡崎城下の妙源寺という寺に預けられた当時妙源寺では学問と武芸に打ち込む忠勝がおり2人は恋に落ちたのであるやがて永禄9年1566年忠勝は徳川家の中で出世し約3万6,000石の所領と屋敷を拝領するのだったそして忠勝はその屋敷に母親と初恋の人である乙女を呼び寄せたのであるその後乙女は忠勝の側室として小松姫を授かることになるのだ